タオル。タオル、とは、タオル値の布で作られた手ぬぐい。サイズ、用途によって、フェースタオル、バスタオル、ビーチタオル、スポーツタオルなどに分類できる。また毛布としてのタオルケットがある。タオルは、吸水性や肌触りに特化するため、その多くでは表面に、ループ状の細かい糸、罠が飛び出している布地で、元となっている布地は荒く通気性に富むものが、 一般的である。用途によって元となっている部分の厚みに違いも見られるが、肝部分は数ミリメートル程度で、全体の厚みは1センチメートル以内というのが主だが、特に風合いや高級感を増すために長い肝を持ってい、あるいは肝部分を減らした手拭いのような製品も見られる。布地の性質については、タオル中参照。日本においては安価で、 使い勝手がよくどこの家庭でも邪魔にならずに利用してもらえるとして、引っ越しや年始の挨拶もあり、内祝い、聖母などに渡すもの、あるいは企業の宣伝で利用される、粗品の定番となっている。また製品にもよるが価格が安く、衣装も施しやすいなどの点で、企業などでは印刷によるナイルのタオルや肝部分を調節して企業名をあしらったものなどもあり、 ホテルや旅館などの宿泊施設では特注の内裏タオルを使っているところも少なくない。企業のベルティとして衣装を凝らした高級タオルを配布する企業も見られる。用途としては濡れたものを拭くために使ったり、または濡らして汚れを拭き取ったりするためにも使われる。ことに肌触りが良いことから人の体を拭くために利用されており、用途にもよって様々な製品が流通している。 安価な製品では、数回洗っただけで伸びたり汚れたりするが、特に頻繁に洗濯することを前提とした、衛生用品としてのタオルでは丈夫な下地を持ち、洗っても風合いが損なわれがたい。なおボクシングでは、試合続行が不可能と判断した自陣のセコンドが、リング内に白いタオルを投げ入れることで、試合放棄を表明する。記録上では、 tko と表記され、ノックアウト負けとして扱われる。詳細は、ノックアウトの項を参照。ボクシングのみならず、ムエタイ、キックボクシング等の打撃系格闘技、総合格闘技等の打撃のある格闘技のほとんどは、このタオル投入による試合放棄のシステムを取り入れている。使い古したタオルは、起毛が伸びて飛び出してしまったり、または洗いさらして繊維が硬くなったりして、 風合いも損なわれてしまうが、家庭では、雑巾の材料として利用されることがある。またタオルを使ったぬいぐるみを手芸で作る人もいる。家庭から排出されたタオルは、リサイクルによって細かく裁断され再生紙の原料に使われるほか、ウエスと呼ばれる、工場などで製品から汚れを落としたり、機械、工具などを清掃したりするための布として使用される。また近年では、 J-POP やロックを専門とするアーティストがオフィシャルグッズとしてタオルを販売する事例が多く見られる。意図としてはライブの際に観客含む参加者が身につけるタオルのデインを統一することで会場の一体感を演出しようというものである。さらにライブにおいてアップテンポな曲調の楽曲を演奏する際に観客が全員でタオルを高い位置でプロペラのように振りすことで 自分が楽しんでいることを示す、会場全体の一体感や良い雰囲気を促進するなどの用途がある。タオル値を使った製品は多い。ただ、このうちでタオルと認識され、呼ばれるものは四角く単純な一枚布のものである。正方形から長方形、あるいは大きさで、またはタオル値の性質にもよりいくつかの区分けされた呼び方がある。蒸気のほか。 大阪タオル工業組合サイトによれば、フランスには幅 15cm、20cm ほどで、ミトンのように手を差して使う袋状のタオルがあるという。このタオルは入浴用で、ガンドトワレットと呼ばれ、体を洗う際に使う。同サイトによれば、洗面台の汚れを拭き取るために雑巾に再利用するようになった。また、日本の奈良県には、子供が体操着の下に着用する。 マラソンタオルがある。冠中マラソンなどで描いた汗を吸収させ、終了後に背中側から引き抜く。保護者の手作りが多い。一般に広く使われているのは綿である。その他、吸水性を向上したものでは、ナイロンやポリエステルが使われる。また、ナイロンやポリエステルの繊維を特殊加工して、吸水性をさらに向上したものがある。 この他にもカゼインを利用するなど特殊な素材で吸水性に特化した製品もあり、特に女性や乳幼児など皮膚がデリケートな人向けに作られたものも見られる。その他、医療、介護用途として不織布のタオルがある。タオル地の産地は蛍光業の盛んな地域に集中する。 米国では大量生産に即している製品が多いが、綿製品の生産で培った技術による生地の厚い製品が多く、中国がやや薄く極めて安価な製品を大量生産し供給しているが、2000年代あたりより技術供与や提携などで技術力をつけたメーカーによる日本製と変わらない品質の製品も見られる。一般的に、 日本のタオルは、食器技術の高さが優れ、衣装を凝らしたものなど、小ロット対応も盛んである。愛媛県今治市を中心に、西条市、松山市などで生産され、地域団体商標は、今治タオル。今治市に今治タオル工業組合が設置され、2016年現在で110社が加盟、生産数量は12,036トン。日本最大のタオル産地で、 国産タオルの6割弱のシェアを有する。1894年、安倍平介がメンネル機械を改造し、タオル生産が開始された。生殖前に漂白する先さらしタオル。1960年に先州を抜き、日本最大のタオル産地となった。しかし、現在のタオル生産は安価な中国産などが主流になっており、 今治市を含めた国内のタオル産地は苦境に立たされている。そのため国内業界団体は国に対して中国などへの繊維政府ガード発動を要請している。こうした背景から今治市では高価で高品質な製品の生産に方向転換しつつある。また今治のタオルメーカーが ニューヨークホームテキスタイル賞でグランプリを連続で受賞するなど海外でも注目されたことから2006年に経済産業省のジャパンブランド育成支援事業に指定で今治タオルとしてブランドを確立する取り組みが行われているブランディングプロジェクトのディレクションを手掛けるのは佐藤柏2015年から開催されている女子メジャーの ANA インスピレーションの優勝者に 与えられるローブは今治製となっている。2019年 NHK の今治タオルメーカー、オルバスの工場におけるベトナム人技能実習生に対する人権、侵害報道に関するウェブ上での疑惑について、工場を下請けのオルバスに賃貸していた今治、タオ組合のオルネックは、現在の当社の対応としましては、賃貸契約者に事実確認をとっておりますが、 NHK の放送内容と主張が相違している箇所があり、公的機関からも調査は入っているそうですが正式な調査結果が明らかにされていないことから二次的被害を防ぐためにも情報の公開はいたしかねます。との声明を出し、無責任だと批判され炎上した。大阪府泉佐野市を中心に、泉南市、熊取町などで生産され、地域団体商標は、 先週タオル。泉佐野市に大阪タオル工業組合が設置され、2016年現在で95社が加盟、生産数量は8583トン。日本のタオル産業発祥の地で、国産タオルの4割強のシェアを有する。1887年、里井炎次郎が、テリーモーションによる、打ち出機を考案し、タオル生産が開始された。 生殖後に漂白する後さらしタオル。国内製造産地として中国産の影響で苦境に立たされているが、薬品をほとんど使わないタオルを製品化するなどの努力を続けた結果、品質の高さから企業の贈答品向けの生産などが増えてい。また、2006年に大阪府下では初めてとなるジャパンブランド育成支援事業の認定を受けている。なお、 タオル生産の根幹となるタオル食器は、その多くが津田駒工業社製の食器を使用している。レペアやシャトル食器も残るが、多くはザ 207Ti などのエアジェット食器が多く、最近ではザックス9 1 0 0 t ーと呼ばれる最新のエアジェット食器が導入されつつある。1904年頃からタオル生産が開始され、1920年までは生産量で、 先週に次ぐ全国第2位だったが、家内工業主体で量産体制が確立できず脱落した。現在は愛媛県大阪府に次いで全国第3位の生産工で高い技術力により時代の求めているタオルを製造している。北勢、タオル工業共同組合は2003年に解散している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。